いましたね。はい、皆さんこんにちは。今日はね、長野県犀川の河川敷に来ています。ここでクワガタ捕りをします。はい、ということでね、河川敷のクワガタも動き出して、先日はね、7匹、なんと7匹もね、見つけることができました。ということでね、今日も暖かいですので見つかることを期待したいと思います。はい、では母さん早速行ってみましょう。はい、ここで初めて来るね。初めてだね。でね、柳でもね、樹液が出てない木もありますので、樹液が出ている柳の木を探すことがポイントです。はい、はい、その木あるでしょうかね。樹液が出ている柳です。はい、樹液で始めてますね。はい、スズメバチだ。スズメバチ。なんで四つ星景色水がいてスズメバチと、しかしクワガタの姿はなしという感じだね。はい。だんだんとこれ近づいてきた感じが。近づいてきたんじゃないですか。はい。さあ、この調子で探していきましょう。はい、この調子で探していきましょう。ここにもいますが、クワガタの姿はなし。ちょっとこの辺いいですよ。大丈夫？ちょっと何？な、ちょっと、じゃあちょっと回さなくていい。回った。いた。ここにいました。こんなところ。おお。のこのこと歩いてます。歩いてる。ちょっと取ってあげて。すごい。いた。すごい元気。なんだ。びっくりした。そんなに樹液がね、ドクドク出てる木じゃないですけどね。うん、歩いてましたね。ちょっと捕まえてみますか。はい。はい、落ちた。はい。よいしょ。見つけた。コクワガタだね。今死んだふりしてますけど、まあのこのこ元気に歩いてましたね。うん。すごい。これあんまりまだね出てなかったですけど、うん、こんなところにいましたね。ちょっとこれは不意打ちって感じ、いきなりですよ。樹液にくっついてるのが普通ですし、穴の隙間に入ってるのが普通ですけど、のこのこ歩いてましたね。こういうのはたまにあるんですよね。多分ね、こういう隙間にいたんでしょうね。こういう隙間にね、そうすると探すとさ、じゃあこれ一旦ここに逃がしておきますね。はい、はい、こういう風にね隠れたりはするんだけど、あ、いまいちね樹液がそんなに出てないので、やっぱりただここ樹液出てますね。あ、本当だ、裏側ね。まあ、この辺り に集まってきたクワガタだったんでしょうね、きっとね。あとここも樹液出てますね。出てる。どうだい、ここら、母さんここ見てもらって。ここにいっぱい木くずあるってことは、こっちの上も出てるってことね、この脇とかね。どうだい、穴の中に何回顔、真っ暗だね。わかんないね。景色水いるね。この穴の中にはいないと。軽くちょっと、見てみますか。はい、軽くね。戻してきますよね。はい、掘ったらね、ちゃんと戻すようにします。奥の木いるぞ、母さん。こっち。はい。見て。こっち側から行ってもいいじゃん。ここほら、結構ずっと軽くしてます。これいいぞ、これ。どうだい。あ、すごい樹液にする、いいよ。こっちだから回ろう。あんまり近づきすぎると状態が出なかった。いませんね。景色水も見られず、根元付近も特に何もない。発売母さんよ。あそこに景色水がいる。上に、ここに。あ、ほんとだ、こっちにもいるわ。うん。おー、上もあるね。この辺ね。上、ねえ、いかい？これは？ほら、こうして出てますよ。ほんとだ。こっちの奥よ。これ。あー、それいいんじゃない？ついつい発見したけど、ちょっと、怖かったのはまだ見えてないけどね。この奥ね。ちょっと待って、こっちから回った方がいいよ。どうですか、母さん。なんか、ここから、景色水いるね。黒い甲虫いないか、でかい、でか黒甲虫。いないね、パッと見ね。いそう。でか黒甲虫いない。
そうそう、ここすごいんだけど。動くな、静かにな。あの穴の中でしょ。穴の中で。いましたね。いたあれね、多分ね、近づいたらね、穴にね、潜られちゃいますんでね、撮影だけしましょう。いましたね。いた下にね、四つ星結石ついますね。いやいやいや、いた。あれもいい方のコクワガタですね。はい、あの木はね、こんな感じ、なかなかいい感じですよ。母さん、反転したね、うん、反対側になったね、うん、ちょっとね、一応深くないと思うんで取れるかもしれないんで、ちょっと棒でね、やってみますね、はい。せーの、よいしょ、取った、せーの、取れた、よいしょ、せーの、よいしょ、せーの、よいしょ、おいー、おー、大きいよ、これは。ほら、おどうですか、大きい、すごいね、立派な、堂々としたコクワガタだ、ね、かっこいい。うん、さっきのより5ミリぐらい大きかったね、うん、さっきのもね、立派なコクワガタなんですけど、そうこっちの方がでかいよ。おお、で穴からもね、最初なんだろうと思ったのよ、うん、まあでかい、まあクワガタじゃなくてカミキリムシかな、なんて、それとも葉っぱかな、なんて思ったんだけど、うん、クワガタでしたね。これは立派。じゃあ、あの穴に戻してきますよ、母さんよ。はい、よしと、入っていった、入っていった、入りましたね。はいはい、いかがでしたでしょうか。かれこれ4時間ぐらい頑張ったのかな。一回場所移動もしたんですけれども、はい、ということでね、4時間ぐらいかかって、コクワガタのオス2匹見つけることができました。これからね、暖かくなるともっともっと簡単に見つけられると思いますので、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ではこの動画良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。